思った通りだ。ブルマは地球で一番うまいものを隠している。一番うまいもの。ブルマが一週間に一度は食べずにいられない代物だ。え、ベジータ。何ですかそれは。非常に興味がありますね。食ってみろ。これが地球で一番おいしいものですか。はっ。素晴らしいです。まるで絹のように喉を滑り落ちるこの柔らかな食感に、この上品なお汁、しかもお湯をかけただけでできるなんて。ブルマさんも人が悪いですね。こんな美味しいものを隠していたなんて。いざって時のために取っておいたのに。よし。カップ麺の存在をバラされてブルマさんひどく怒ってましたね。まさかお前、ブルマが何か隠しているのを知ってて。いいえ、別にそこまでは。でもそんな素敵な道着をくれるなんて、優しいとこあるじゃないですか。これを着ていけだと。旦那にそんな汚い服で行かせたら、それこそこっちが宇宙の笑いものよ。そろそろ到着しますよ。あれがビルス様の星です。